こんにちは、花山さん。まあそういう考え方もあると思うんですね、うん、まあ非常に捉えにくいですよね。なんせお金はリアルなもんで物体がありますし、まあ愛情っていうのは愛っていうのはね形がないですからね。まあこういう考え方はどうですからね。お金を稼ぐことは結構そこら辺でできるということがあります。そして分かりやすいですね。いくら稼いだのか、どのぐらいになったのか、客観的に見えるわけですよ。でもその愛っていうのは見えるんですかね。なかなか見えないと思うんですよ。見せかけの愛もありますしね、うん、愛があると思っていたら実はなかったっていうのもありますし、なんかね声が聞こえますね。まあこのテーマはね、多分一人一人解釈が違うっていう月並みな答えになると思うんですよ。ただしお金じゃないよ、愛だよっていう人はそれほどまで愛に自信があるのかなと思いますね、うん、まあそこまでね、自分の愛情でかいぜみたいなね、そういう人がいればすごいなと思いますけども、うん、まあそんなところですかね、うん、まあその愛とお金が一体だっていう考え方もまあないでもないかなと思いますけども、じゃあ一体だということはどうなんですかね。お金がない人は愛が少ないってことになっちゃうんで、でお金持ちは愛がいっぱいあるってことになるんでいうことですかね。なんかそれもそれでなんか文句きそうですね、なんかね。で結局誰しも自分にはものすごく深い愛情があるけども、深い愛情があるのにもかかわらず世の中の不平等で自分にお金が回ってこないっていうふうに思いたいのかもしれないですね。違うんですかね、うん、でもなんか愛情にあふれてる人ってなんかすごくお金とか寄ってきそうですけどね。マザー・テレサって貧乏だったんですかね。アグネスちゃんって貧乏だったんですかね。だったっていうかまだ生きてると思いますけど、まあいろいろと考えはあるでしょう。さあそれではね、うん、ちょっとテーマはこの愛とお金だけではいけないんで、実際に、あれですよ、人はお金に左右されるって言うじゃないですか。人はお金に左右されると、お金によって人は正気をなくしてしまうとか、それ本当なんですかね。本当なんですかね。仮にお金によって人の気持ちが左右されるとしたら、それはいくらですかね。300円ぐらいでなんか気持ち左右されちゃいますかね。5万円ですかね。1000万ですかね。どのくらいの金額で自分の気持ちが左右されてしまうのか。まあ例えば10万やるからこうやってよみたいなね、そういうのはよくありますよね。要するに給料10万ですからうちの仕事を手伝ってよみたいなね、これ就職ですよね。お金に左右されてるってことですかね、これは。であとね、逆の立場で借金がどのぐらいあったら平常心を失うかとかね、もう本当に気が気でなくなるかってところですよ。これもお金によって人が左右されてるところだと思いますけども、私の場合は3000万以上借金があっても何にも変わらなかったですね、心はね。で人によっては100万200万でものすごく動揺すると思うんですよ。これお金によって人が左右されてるってことですかね、うん、私お金ごときはね、人が作ったもんだから人が支配してると思うんですけども、お金によって人の気持ちが支配されちゃったり人生が支配されちゃったりっていうのは非常にね、なんか危ういなと思うんですよ。実際そういう方いらっしゃいますけども、だから南北はね、その鈍感力を身につけて、所詮金で済むんでしょうっていうところがいるのかなと思います。命をかけるほどのものではないかなと思いますね。まあ、実際お金は稼ぐときには命かけるんですけども、まあでも掛け声ですね、命をかけるっていうのは。実際かけてないですよ、誰も。なんか適当にやってるだけじゃないかなと。もう命かけてたら相当稼げると思うんで。だって自分の命とお金を引き換えてるわけでしょ。それが自分の命が年収300万とか500万なわけないですもんね。命をかけて仕事をすれば膨大な利益が生まれると思うんですけどね。だからやっぱり命かけて働いている人はいないのかなと思いますね、そう考えたら。命かけて働いてますって人にね、聞いてみたいんですよ。じゃあいくら儲かりましたって、はい、年間で1000万です。あなたの命1000万ですかみたいなね、違うなと思うでしょ、うん、まあ、この辺から花山さんの見解を言ってみましょうか。